いびつな形をした柿の実が多く確認された丸森町で、今日イオングループの従業員がボランティアとして転がき作りを手伝いました。転がき作りにボランティアとして参加したのはイオングループの従業員およそ30人で、今日は丸森町高野地区の農家を訪れ、柿の収穫や皮むきを手伝いました。今年高野地区では特産の転がきとなる柿の実が全体の7割で変形する被害が確認されています。形がいびつなものは機械を使って皮を剥くことができないため、今日は一つ一つ手作業で丁寧に皮を剥いていきました。少しでもお手伝いして、最終的にはこう、まあ、私たち販売をしているので、お客様に喜んでいただく商品になったらいいなと思って。味にはね、変わりないんで、美味しい干し柿になると思いますので、ぜひ食べていただきたいと思います。頑張って作ります。丸森町の転がき作りは今月いっぱい行われる見込みで、イオングループでは今年も転がきの販売を検討しているということです。